今回はヨルムンガンドのアニメ6話を視聴した人の反応を紹介します。前回の続きで海上輸送中、5話でバルメとレイムがアフリカでと語っていたから、アフリカに到着したところから始まると思ってた。戦闘準備って何があったの？やっぱ海上でも襲われたか。襲撃してくる敵はこの船にこことその私兵がいることを理解しているのかな。殺し屋も治安部隊も撃退してるここたちになぜ挑戦しようとする。霊夢が運んでいるものなんだろう。戦闘に必要なもので間違いないが、弾薬箱だ。1話でバルメが耳に持ってたからその弾薬が入っているのかな。魔王が持っているのは RPG-7? RPG って確か誘導装置なかったよね。相手がどんな艦艇かまだわからないけど、海上のコンテナ船から敵に命中させるのは難しそう。敵攻撃目標が航空機じゃないから、撃ちっぱなし方式のミサイルは不要ってか？ HCLI 社が使うコンテナ船は艦対艦ミサイルが必須。情報収集は当初の役目。敵は海賊だったのか。ここの言う通り狙う相手間違ってる。海賊もまさか襲ったコンテナ船に警護のプロがいるとは思わなかっただろう。この敵は弱そう。機銃も対戦車榴弾も使わなくていいくらい。敵航空機も武装してるけど、敵はコンテナ船の破壊ではなく、コンテナ船の奪取が目的だと思うから、後方から撃ちまくることはなさそう。海賊がヘリコプター持ってるか？ここも疑問視してるし、誰かが海賊にここたちを襲うよう指示を出した可能性もありそう。ミニガン用意してたのか。LMG よりヤバいの積んでた。普通の貨物船にはない装備。ヘリコプター撃墜させたぞ。普通の民間ならミニガンとか所持するの難しそうだけど武器商人ならたやすい。爆弾扱えるだけじゃなく、敵船に投げ入れる投擲能力も持つワイリすごい。敵の爆発に何の感情もなさそうなワイリ。逆にこの程度の武装で普通の貨物船は奪われてしまうわけか。ウゴは運転以外も優秀。これを命中させるウゴって射撃関係の能力も高そう。少年の海賊だ。ヨナボウは子供を撃つことができるかな？そのロープは何だったの？これはヨナが気づかなかったら大事になってたかも。このロープってまさか5話で射撃訓練のために標的を繋げてあったやつか？だとしたら片付けなかったの危うくやらかすところだった。大量の空薬莢が降ってくるこの角度いいな。今気づいたが BGM かっこよすぎない？なんか仲間になりそうな雰囲気だけど千夏も仲間にならなかったし、何よりここが気に入っていないからそうはならんか。でも殺すとも考えにくいしどうするんだろ。目的地到着まで閉じ込めておくか？船から降ろすのは、場合によっては殺すことよりきついぞ。まあ陸が近いのなら問題ないか。さすがに海賊嫌いのここでも、少年には浮き輪をあげるよね。こいつの登場は前々回でもう終わりかと思ったが、前回も名前だけは登場したし、スケアクロー、またどっかの武器商人に絡んでいるのか。今のところ、この作品の武器商人は皆私兵を持っているから、このチェンというじいさんの横にいる秘書っぽい女性も強いんだろうな。スケアクローがキャスパーヘクマティアルの名前を出したことに反応した？まあスケアクローの話が事実でチェンが武器商人だったら、商人同士面識あっても普通か。やっぱりこの女性、めちゃくちゃ強かった。スケアクローが見張りに用意した屈強な男を一瞬でボコボコに。あの屈強な男を倒さないと便所にも行けないと自慢げに語ってたから。相手が女と老人だからと油断してたんだな。スケアクローはギャグ要員か。ドクターマイアミ？チェンと同じく新キャラかな。すごいな、機械の蝶が飛んでる。武器商人の話だから、これも軍事的に偵察を目的とした兵器か？何かの SF で機械仕掛けの蝶が飛んでる世界を見た気がする。こことあって何を話す予定だったんだろう。ドクターマイアミが武器を製造してるかはわからんが商談かな？ここと同じ年だと？確かにここの方が若く見える。でもここの年齢がまだわからないからな。ここと会う約束を破って町長を捕まえに？そんな町長マニアのドクターマイアミと会う目的は？本名は天田南で博士か。ってことは日本人科学者かな。ドクターマイアミがおもちゃ工場にいると聞いて、ここのビジネスとは全然関係ない人だと思ったが、彼女の作るものは必ず軍事転用されてしまうという説明で、
ここが会いたがってる理由を理解した。ドクターマイアミ、天才科学者じゃん。あの子この話聞いた後に、天田南博士を見てみると強キャラ感ある。ドクターマイアミは、自分の研究を勝手に応用して兵器を作っても興味ないらしい。それならどこの軍需企業よりも先にドクターマイアミと契約するのが重要って話なのかな？雪山に幻の蝶を探しに行くって嫌な予感しかしない。マニアは行動力がすごいな。ここと会うのをドタキャンしてまで。アフリカを連呼しながら筋トレをするバルメ。朝の体操にナイフの模擬戦ってさすがバルメ。ヨナワ軍の基地で、ナイフを使って軍人を殺した経験があるのに、ナイフでバルメにはかなわない。5話でチェキータがナイフのことでヨナに助言したことから考えるに、バルメはナイフに関するいろんなことを熟知してそう。なんだか武器の見本市みたいなところだな。武器商人ここヘクマギャルの勘は当たる。ドクターマイアミは町長の探索で雪山に行ったんだよな。スケアクロウと話してたじいさんの武器商人も南博士を狙ってるなこれ。ドクターマイアミはチェンに協力するかここに協力するかどっちだろう。ドクターマイアミの位置情報をなぜここに渡した？ここが今から雪山に行くの？めちゃくちゃ武器見本市らしい雰囲気出てる。見本市だからカリー社長たちもいるんだね。ミルドの私服は庭の最後の方に数秒映ったけど、ルーの私服姿は初かな。前会った時はおとりに利用したから気まずいだろう。チェンがここに食事を誘ったが何の目的だろう。ドクターマイアミとここが今日会う予定だったことを知っていたら、ドクターマイアミに接触しないように言ってくるんじゃないかな。ここが霊夢に天田南博士の位置を教えたということは、ここがチェンとの食事で天田南博士がいる場所に行けないから、代わりに霊夢を商談に行かせるのかな。ここが霊夢にドクターマイアミの居場所を教えたとき、完全武装と口にしたのが気になる。ドクターマイアミを拉致するのか、それともチェンが何か仕掛けてくるのか、ドクターマイアミの保護と敵の撃滅か。こことの短い会話で霊夢はそこまで任務を理解したんだ。ドクターマイアミの写真、目がメガネの反射で隠れてる。雪山だからみんな全身白一色だね。チェンの部下たちもドクターマイアミを探しに来たか。ヨナたちがいる場所、すでにカレンにバレてるのくさ。こいつらドクターマイアミの位置情報どっから入手したんだ。ヨナたちが見つかったが、幸いにもカレン側に狙撃ができる兵がいなくて助かった。カレンの部下がキャスパーに駆られたという因縁があるのか。多分それをもう少し詳しく言うと、強すぎるチェキータさんにやられたってことかな。雪山で白のフードをかぶらないのは視界を確保するためか、はたまたアニメ上の大人の事情か。銃の一部をテープで巻いて白くするのってちゃんと効果あるの？ヨナが乱射して敵の出方を探っているが、事前に味方に作戦を説明しておくべきだよね。この乱射は、こちら側が敵に位置がすでにバレてると確信できる状況じゃないと、逆にこちらの居場所を敵に教えてしまう。ヨナに釣られて打ち返してしまった敵兵さん。これでヨナたちはカレンの位置を把握できただろう。こんな広々とした戦場でメインウェポンは銃剣つけたハンドガンなの？ヨナとカレンの距離は100メートル以上ありそうだったから、ハンドガンでは有効射程圏外だろ。室内戦ならまだしもこの光線距離でその銃使うの？それとも部下がヨナの方向を撃ってる間に密かにヨナに近づいていくのかな？まさか味方を撃つとは。無能な兵だったのはわかるが、今戦力減らすのはバカすぎるだろ。味方を撃ち殺しやがった。銃剣ついてるから、やるならそれ使わないと弾もったいなくね？って思ってしまった。バルメがカレンに気づく。キャスパーだけでなくバルメとも因縁が？まさかバルメの片目をこうさせたのって、いや、カレンじゃないっぽいな。でもこの銃はカレンと同じだから、キャスパーに駆られたというカレンの部下かもしれん。バルメ、銃落としたからトラウマで戦意喪失したのかと思ったら、むしろ凶暴化しそう。でも知性下がる表情してるのが心配。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価の方をお願いします。他の反応集はエンディング画面の再生リストからご視聴ください。